こんにちは、ポップグランピーの小井戸です。今日は店内の様子がいつもとちょっと違う感じになっているので、こちらからお伝えします。なんでこんな風になっているか、なんでいつもとちょっと違うのかは、また、動画の後半でお伝えします。まず今日はムーンスターのちょっといいことパート2です。以前の動画ではジムクラシックの、話をしたんですけれども、新たにオンラインショップに加わったのがこちらです。オールウェザーシリーズのサイドゴアタイプです。こちらになります。ですね、オールウェザーシリーズはポップグランピーのスタッフも愛用していて、私が履いているのはこの紐タイプ、紐をキュッと縛るのが個人的にすごく好きで紐タイプを履いています。で、男性スタッフの村上くんはマウンテン、オールウェザーマウンテンっていう、これですね、これを履いていて、彼はとっても愛用していますで、今回オンラインショップに、登場したのがこちらのサイドゴアタイプっていう、このブーツタイプです。近くで見るとこんな感じ。横のとこ、ここはゴムになっています。こうスポッと履けるようにですね、こうスポッと履けるようにゴム、そしてこの後ろのとこに指を引っ掛けるところがあるので、本当にサクッと履けます。めんどくさがり屋さんにもおすすめです。で、こんな感じで先もだし、横もこんな風にしっかり覆われてるので、雨をバッチリ防いでくれます。こんな感じです。で、まあこのオールウェザーシリーズのいいところが、名前のオールウェザーっていうのもそうで、全天候型スニーカーと言って、雨の日はもちろん、でも雨がすぐ上がっちゃうって結構あるじゃないですか。一日中雨の日もあるけど、朝雨が降ってて、でも昼には雨が上がって晴れちゃったみたいな時でも恥ずかしくない、だって全天候型スニーカーなのでということです。私は結構靴をコロコロ変えるので、雨の日限定で履いてるんですけど、さっき紹介したマウンテンのを履いている村上くんは結構デイリーに履いている気がします。こうお店に来てるのを見るとっていう風に、全然雨の日に縛られず、全天候いつでも履けるスニーカーです。でもやっぱり活躍するのは雨の日で、なので梅雨時期にオールウェザーシリーズはすごくよく売れました。店舗にも見に来てくださる方がたくさんいらっしゃってです。で、よく見に来てくださってて、だけどそう、雨は年中降りますよね。で、これから雪にもなるので、きっと活躍してくれると思います。そして何がちょっといいことなのかというと、ジムクラシックの時にもお見せしたように、今まで店舗で保管していた店舗の組み立てのところだったり、こう足元だったりでちょっと保管をしていたので、こんな風に靴箱の外側にこう破損があるスニーカーがこういろいろとあるので、そちらをオンラインショップの方でアウトレット価格で販売しています。で、このサイドゴアシリーズはちょっと数が、その箱の損傷がある分、アウトレット分の数が少ないので、もし気になっていらっしゃる方がいればお早めがいいかもしれないです。で、今店頭にあるのがオリーブじゃなくてカーキだけなので、今ちょっとカーキをお見せしたんですけど、あとブラックとダークブラウンと、ベージュがあって4色です。どの色もとっても素敵で悩むと思うんですけど、また見てみてください。きっと1足あるととっても便利で活躍してくれるオールウェザーシリーズだと思います。はい、こんな感じです。なので外箱に傷があっても中は綺麗なので、そんなことは気にならないという方はアウトレットの方を見てみてください。はい、そしてもう一個、動画の冒頭でお伝えした風景がちょっと違うっていうのが、今というか
今日、11月28日からです。堀直美さん、ホーリーズ堀直美さんの働くセーター写真展があります。この働くセーターは以前の動画でも紹介しました。私の編み物の先生、そして編み物作家、素敵な堀直美さんの働くセーターが出版されて、ポップグランピーもじゃんじゃんと載せてもらったのでです。で、それでその働くセーターの本にはポップグランピーの他にアベックル・ソレイユさんとかリーダン・ディードさんとかいろんな広島のこう素敵なお店さんがこうセーター、堀さんの作られたセーターを着て、でこう働いている姿の写真が載っていて、その、各ロケ所で写真展をされます。こんな感じです。働くセーター写真展なので11月28日から12月5日まで、で各店舗ちょっと定休日とかはあるんですけど、アベックル・ソレイユさん、パン屋さんですね、大芝の。でポップグランピーで、つゆコーヒーさん、東海地の素敵なカフェですね。で、リーダン・ディートさん、本屋さん、土橋あたりにある本屋さんです。で、マウントコーヒーさん、ちょっと遠いけどグランピーの近くといえば近くですで、この5カ所、ロケ地5カ所でこうちょっとずつ写真がある感じなので、きっと動画を見てくださっている皆さん、自転車に乗られる方も多いと思うので、自転車に乗ってこうマップを見ながらこうぐる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 回られても楽しいかなと思います。特にパン屋さんだったりコーヒーが飲めたり、こう美味しいものもきっとあるので、そんな風に見ながら、写真展も見ながらされると楽しいかなと思います。はいですね。で、写真展の写真はこの本に載っていない写真、こう私たちもこう撮っていただきながら、いろいろこうパチパチパチって撮っていただいて、中でこう選ばれた写真たちではない写真が、あります。なので、はい、なのでこう本に載っている写真とはまた違う写真を見れるかなと思います。で、そう、そのこの本は堀直美さんの本で、写真家の方は吉森慎之介さんという方で、そう、すごく吉森さんの写真がとっても素敵で、私もまだ他の場所には行ってないので、この本と今来てる写真だけを見てるんですけど、なんだかポップグランピーもすごくすごくおしゃれなお店みたいに撮っていただいてそんな感じなので、他のお店さんのも見てみたいなと思っています。なので、よかったらポップグランピーにも遊びに来てほしいし、いろんなところを回って皆さん休日楽しまれてもいいかもしれません。はいですね。そう、リーダン・ディートさんは11月30日までの11月28、29、30だけなんですけど、ポップグランピーや他のお店さんは、12月5日までやっています。で、写真も後半ちょこっとまた増えるので、はい、また見に来ていただけたら嬉しいです。では今日はこんな感じです。はいありがとうございました。